おはようございます速乾塾の皆様そして FX オリガルヒの皆様えー、本日9月28日朝6時3分の相場解説になりますえー、その前に昨日の22時をちょっとたどってみたいと思いますけどもえっ、ー、とブレイクアウトする直前のこれ値段なんですよねここの水準を超えたらまあ倍で入ってもいいかなと思って待ち構えてるところですそれが昨日の22時なんですけどもいよいよ伸びてきたなってところですよね ここを頂点にして、徐々に徐々に降りてきたものが、押し目を作るように上昇に向かっていくところ、非常に期待をしておりました。で、時間が過ぎて、その後、23時なんですけども、わずかに突破しましたね。795、まあ、ブレイクラインの一番、 えー、下のラインだと思ってましたけどもそこからね、えー、少しピップスが動いて795なんで本当にね2ピップスぐらいしか動いてないんですけどもあ抜けたなっていうところですよねこっからいつエントリーするかっていうのは結構勇気がいるところです早く入りすぎると逆転した時に含み損をすぐ抱えちゃうからなんですよでですののある程度ね、えー、この後の 動向を見ながらってことになりますんで昨日は夜勤をして深夜様子を見て今日のエントリーにつなげようとしていたわけなんですよねはいじゃあ3枚目ですね今朝です今朝どうなったのって言ったらあれって感じですあのブレイクアウトの標準ラインねここの144の795を超えたはずなんですけどもまた戻ってきてしまってね745です うん、今朝6時の時点でエントリーしなくてよかったなと思いました。昨夜エントリーをねしていたら、今含み損ですからね。ですんで、ここは超えたんだけども、でもここはまたね、潜り始めて超えてないから、これが上に向かった時を、またね、えー、叩いていきたいなと思うわけですよ。で、それを探す今日一日ってことになります。はい。で、デイリーの方を見てみますと、右肩上がりの上昇の気配っていうのは全く消えてません。ね、ここも陽線ばっかりでしょ。 ひた、うん、しげが大きいということと上ひげが大きいのはこれ材料ですからここは加味しないようにして、えー、単純にテクニカル的には右上になってますただその角度がちょっとね横ばいみたいな右上なんですよねだから落ちてルとはエントリーできないよってことです4時間見てみましょう、えー、4時間で考えられることは単純にこの水準を超えたら倍で入りたいなってことですよね、えー、そしてここ,、ま、こ,こら辺辺りまでは狙っていけるってことです ですんでうまくいったらね1円とまでいかないですけども 780pips が最大値じゃ見込めるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね、まあ、ですんでブレイクアウトしたら倍ということでブレイクアウトの一つのポイントを目安として144の910っていうのもありますし144の795っていうのもありますただ145になったからエントリーしたんじゃ遅いです今日見るのはこちらの方が順調に右肩上がりに戻っていくかってとこですよね まあ下がることは確率として少ないんですけども横ばいになること大いに考えられますんで慎重に今日も組み立てていきましょうそれでは本日は以上ですまた折り返しの皆様追加させてもらいます